宮本太郎は、日本のジャーナリスト、政治運動家、日本共産党中央委員。文芸評論家の宮本昭は娘。なお、政治学者の宮本太郎は、同姓同盟の別人である。1910年東京生まれ、水戸高等学校に進んだが、日本共産青年同盟に関わるなど、左翼運動をしたため、退学させられる。26新報記者を経て、 1935年に読売新聞社に入社、社会部に配属。軍国美談の記事も書いた。戦争末期に九州総局長。戦後、政経部次長。戦争中に自分の書いた記事を悔やみ、新聞社の戦争責任をめぐり発生した読売総議では組合幹部として活躍。1945年日本共産党に入党。 同等読売細胞を結成。読売新聞社退社後、日本共産党の全国オルグとしての任務を終えた後、1947年中に、同等機関士、赤旗編集局入り。赤旗編集幹部として、1950年に公職追放となる。その後、日本共産党中央委員、広報部長、在ハノイ日本共産党代表などを歴任。 後同藤名誉中央委員。1994年8月、著書、改装の読売葬儀、あるジャーナリストの人生を、出版、戦争中の記者活動について、自己批判している。ハット後の映画監督、今井忠と同級で、今井の著書に、しばしば登場する。吉田健次、日本ジャーナリスト連盟の結成と、新聞単一、増山たす氏に聞く。 大原社会問題研究所、雑誌593号初集、P69 から73、法政大学大原社会問題研究所、日本労働年間第5 0集、1980年版、労働順報者、1979年11月10日、ありがとうございます。